皆さんこんにちは、ケンケンです。今日は神戸屋の45センチ水槽の、水替えと、ポゴセモンデガネンシスという水草の、差し戻しをしたいと思います。今これ全部抜いてるんですけれどもね、この水草上の方はいいんですけども、下の方はちょっともう枯れたりとか状態が悪いんで、一度全部抜いて植え直しをしたいと思います。これ抜くのね、あんまり勢いよく抜くとね、ソイルを巻き上げて汚れがね、水の中に漂ってちょっと水が汚くなることがあるんで、まあ、ちょっと慎重にやってるんですけども、この水草長く維持してましてね、最初 ADA のバイオ水草から増やしたんですけども、一時期どの水槽もこの水草が占領するぐらい増えてたんですけどもね、あまり増えすぎるとねちょっと問題なんで、ほかすのももったいないんで、熱帯魚店に持って行ってよく引き取ってもらってました。結構それ喜ばれてね、この水草さほど出回ってないんで、店の方も、引き取ってくれて、その場でね売れたこともあったんですけどね、他の魚に変えてもらったりとかもしてもらいましたけども、まあ、増えだしたらすごく増えるんですけどもね、ちょっとダメになるとまあちょっと衰退してしまうというか、まあ当たり前ですけどもね、まあ、一応今これいいとこだけ全部抜いたんですけども、これあと汚い部分とか根の部分とかを、まあ、廃棄するいうことでバケツの方に入れてるんですけども、ちょっと水が今ので濁りましたね。まああのフィルターのバクテリアが全部きれいにしてくれますけどもね、今濁っててもすぐに透明にはなりますけども、これ残ってる根とか全部取ってるんですけども、まあ大体これで取り終わりました。あとちょっとこれまあソイルを慣らして、まあちょっと細かい根とかをね取ってるんですけども、こっからソイルの汚れをプロフォースで取り除いてます。これはまあ結構汚れてるんでね、そのまま植えるとまあそれでも別にさほど問題はないんですけども、まあ、水替えを兼ねて汚れも取るという形を取ってるんですけども、まあ、このプロホースってソイルを巻き上げずに汚れだけを取るということで便利なものですね。まあ、これ2倍速で見てもらってるんですけども、まあ、割とこれで綺麗になってきてますけども、これだけ抜きました。で根元をきれいにしてね、こっから植え直しですね、まあ、後ろの方から、まあ、背の高い順に、まあ、ランダムで
植えてるんですけども、ちょっとトレイが真ん中に来て見にくいとは思いますけども、まあ細かい作業ですけども、まあこれを繰り返してやってるんですけどもね、まあ大きい水槽でしたらなかなかねこういうことあんまりできないんですけど、まあこの水槽45センチでさほど大きくないんで、まあこういう作業比較的やりやすいですけども、結構本数ってありますよねこれ。こういうのも止まったらダメなんで一気にやってしまうことにしてるんですけども、比較的植えやすいですけどもね、あんまり浅く植えるとね浮きますのでね、若干斜めに差し込むように植えるのがまあコツといやコツなんですけども、まあ、上から覗いてちょっと空いてるスペースが奥の方にもあったんで、そちらの方にも植えてるんですけども、アクアリウムはこういう作業の繰り返しが多いんですけどもね、めんどくさいといやめんどくさいですけども、一応植え終わりました。で抜けたちょっとこの赤系の水草植えてるんですけども、というか戻してるんですけども、まあ、これで一応植え終わりました。でここからはいつものように、水槽のガラス面の苔掃除ですね。いつものメラニンスポンジでやってます。まあ、水槽が小さいんでこれはさほど時間かからないと思いますけども、まあ、そんなに苔もついてませんしね。まあ、この水槽は1週間に1回ではなくて2回ぐらい水替えしてるんで、まあ、水槽の大きさが小さいんで水の容量も少ないからある程度早めに水替えするようにしてるんですけども、そのせいもあって苔もあんまりついてませんね。側面もちょっとこれ、まあ、水草が長く育てましたんでね、
あんまり側面がの苔が取れてないんで一応やりましたけど、まあ奥の方もそうですけどね。でこっから、抜いた水を水道水水温を合わせたやつで戻してるんですけども、まあバケツ1杯程度しか変えてないんでね、もうホースとかそんなんじゃなくって直接バケツに汲んできた水を注入してるんですけども、これもあんまり勢いよくやるとね砂とか巻き上がるんで、ゆっくりと少量ずつやってるんですけどもね。これでまあ水の注入終わりました。あとは例によって浮いてるゴミとか水草のかけらをピンセットで取ってます。でこれまだ多少こぼれてるソイルがあるんでね、それをまたピンセットで戻してるんですけども、まあ、細かい作業ですけどもこれ結構好きなんですよね。まあ貝とか入ってるんでね、どうしてもそれが動き回ってソイルが手綱の上にこぼれてしまうんですよ。それをまあピンセットで一粒一粒と戻してるんですけども、どうしてもこの石組み水槽っていうのはこういうことが起きるんでね。であとまたちょっと水草を整えてますけども、まあこれ右側がちょっと茂りすぎっていう形ですね、まあ、左側は今、切って植え直したんでかなり背が低い状態ですけど、まあ、そのうち左側また伸びてくるんでね、ちょうど同じような感じになるんですけど、まあ、状態良ければ水草は成長が特にあの左側の水草は早いんで、あんまり早すぎてもまたね、トリミングとかしないといけないんでそれもどうかとは思いますけども、はい、これ全部全て終わりました。水替えも終わった状態で移してるんですけども、まあ、ろ過が効いてるんで水はすぐ透明になりましたけどもね。あとはこの状態また眺めてください。以上、ケンケンでした。